本日はお忙しい中ですね、会見の方にお集まりいただきましてありがとうございます。はい、本日は、アイスリボン所属の松本美也子、の、対談、独立に関しての、会見をさせていただきたいと思っております。2008年、アイスリボンでデビューしまして、約11年弱10年超、一緒に、歩んできた松本美也子ですが、ご存知の通りなかなか型にはまらない、選手でして、まあ団体という枠組みの中でその力が発揮できる時もあれば、やはり団体という枠組みの中で制限を受けて活動しなければいけない時もあり、そういう中で悩む松本美也子が、この度独立という形の中でですね、アイスリボンを対談することになりました。まあ、相談をされた時にも本当に独立向きの子だと思っていたので、教育体制の中本当に、今後明るい未来に行ってほしいなと思って、スムーズに了承をしまして、急遽、このような形での対談会見をさせていただくこととなりました。ということで松本選手、はい、よろしくお願いします。はい、もうちょっと既に感動して泣きそうなんですけど、皆さん、はい、本日はお足元の悪い中、私のためにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。アイスリボンの松本美也子です。本日は、私のアイスリボン、対談そして独立の記者会見をさせていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。私松本美也子は、令和元年7月15日横浜リボン、アイスリボン横浜大会をもちまして、アイスリボンを円満に対談をさせていただきたいと思います。そして私は独立して、起業します。古き良き風間るみ先輩などに次ぐ実業家女子プロレスラーとなることをここに宣言させていただきます。対談に至った経緯、対談をしようかなと思った至った経緯なんですけれども、私はこのほぼ途中で崖の淵プロレスとかもやりましたが、ほぼ11年間在籍したアイスリボンが大好きです。本当に大好きです。アイスリボン、もう泣きそうなんですけど、アイスリボンという団体がなかったら私は女子プロレスなんかにもう全く興味がなかったし、プロレスに出会うこともなく、このような人生、最高の人生を送ることもなかったと思います。アイスリボンが嫌いで対談ということは全くありません。私にはやりたいことがあります。それはちょっとまだ今日具体的にはすいません言うための準備をしたんですけど、ちょっと間に合わなくて、でもやりたいことがあります。それはアイスリボンを一度席を抜かせてもらわないとちょっとどうしてもできないこととなっております。自分のやりたいことを追求するためにわがままを、大好きなアイスリボンに聞いていただきました。この相談をさせてもらったのがほぼ1ヶ月前、はい、社長に関してはいつですか？2週間前とか。2週間前で今日会見させていただいて、3日後に対談という独立という急なんですけれども、ちょっとその急になってしまったことには理由があります。好きで急にしているのではないです。その理由を今から説明します。もともと8月の23日来月にデビュー11周年私と藤本司はデビュー11周年を迎えます。その翌日にアイスリボン後楽園ホール大会があるので、その日にもともと対談独立を言わせていただこうと思ったんですけれども、6月の末に、ゲッターズ飯田さんという方に、占っていただく機会がありました。あの方は一般の人は全くいくら払っても占わないそうって聞いたことがあるんですけど、たまたまちょっと打ち上げでご一緒させていただいて、私独立しようと思ってるんですけどどうですかねって聞かせていただいた時に、 8月にデビュー11周年迎えるのでどうでしょうかって相談した時に、あなたは7月か年末にやった方がいいですよって即答をされました。
で、でも私11周年なんですけどって言ったら、いや7月か年末というふうに即答されまして、あ、じゃあ飯田さんがそう言うなら7月にしようと思って、かなり全部前倒しでこのようなわがままを言わせていただきました。すいません、いろいろご迷惑をはい、もう本当にドタバタさせていただいてます。その起業に関しても8月に、まあ、会社名だとか登記だとかそういったことを決める予定で動いていたので、まだ正直なところ何も具体的には間に合っておりません。ただ必ず私は自分のやりたいことを追求するし、アイスリボンに恩返しをしたいし、お互いもっと今私が在籍しているよりウィンウィンの、高め合っていく関係になっていけたらと思ってます。対談っていうとマイナスなイメージがすごくプロレス界はどっちかといえばあると思うんですけど、今日はすごくハッピーな会見です。私もハッピーだし、社長もつったもハッピーだと信じてます。プロレス界、芸能界、いろんな世界をもっともっと楽しいことやるためのハッピーな対談独立ですということですので、今後ともよろしくお願いします。はい、だそうです。はい、まずもともと宮古には6月の6日に、呼び出されまして、独立をしようと思うんだけどどうかなっていうふうに言われたんですね。で、まあ、実は毎年私は宮古にこの時期になると独立をしようと思うんだ、去年も、まあ、本当のことを言うと分隊で、独立をし、分隊終わりで独立をしようと思うっていう話を実はされてました。で、毎年毎年、同じことを言ってるんだから、だったらもう本当に独立をしたらいいんじゃないかというのを私の方から宮古に伝えました。で、そういうふうに言われるとちょっと迷うとかいうふうに言ってたんですけど、もう何年も10年もプロレス、まあ、11年ですかね、プロレスをやってきてアイスにいて、で毎年同じことを思うんだったらもう本当に1回というか、まあ、独立をやってみたらいいんじゃないかっていうふうに話して、それでまあこの急ピッチな、展開になったと思うんですけれども、もともとまあ7月か12月で迷ってるっていう話をされた時に、絶対12月だったらまた迷ってやっぱりアイスに戻りたいとか、アイスにいたままがいいというふうになるかもしれないから、もう思い切って早くもう7月でもいいからやった方がいいよという話をもう私の方から宮古に、しました。でそれでまあこんな形ですごい早い独立という形になったんですけれども、まあ、私と宮古はまあ腐れ縁というか、同じ日にデビューして、で何回も喧嘩して何回も仲直りして、まあ、お互い言いたいことが言える関係です。で、まあ、彼女のなんていうんですかね、いい部分も嫌な部分もハムコさんと一緒に、3人で過ごしてきたので、まあ、これから独立っていう形になると思うんですけれども、それはもう本当に心から応援してあげたいなと思うし、まあ、まあ、で大丈夫だと、はい、信じて、心配ではあるんですけど大丈夫だとは思ってます。でこれから、まあ、フリーというか独立だから、会社ができるまではフリーランスのプロレスラーになります、はいはい、はい。まあ、もし宮古のことをこう使ってくださる団体さんがあればはい、メール、ここまでメールください、はい、よろしくお願いします。はい、会社ができるまでは、あ、ちょっと消えてる G メールはい、なのですが、ここまでいつでもメールください。はい、でですね、私あの他団体さんに参戦するということで、まあ、11年間一緒に宮古と過ごしてきたわけですので、こういったものを作ってきました。何、ちょっと待って、あ、取扱説明書、松本宮古取扱説明書、あ、すごい、はい、10個あるんですけれども、これを今から読みたいと思います。じゃん。1、控室ではいつも歌ってます、うるさいです、スルーするのが一番の回避方法です。2、試合では全然動かないくせに美味しいところを持っていくタイプです。一生懸命やってる。3、協調性はありません、掃除もしません、してる、本人はしてるって言い張りますが
雑巾を滑らせてるだけです。4、ちゃんこは人の3倍食べます。いつも道場の冷蔵庫をチェックしてます。食べられたくないものは隠しておいてください。5、公表体重は47キロです。絶対嘘ですが11年間これで通してます。入場時体重をコールする団体さんは本当の体重をコールしてあげてください。6、30歳で年齢非公開にした松本美也子ですが計算すると切れます。ネットで調べても切れます。今後は触れない方がいいかもしれません。7、ヘルメットをかぶると抜けなくなります。頭がでかいのを帝王切開で生まれたからと言い訳します。ヘルメットをかぶせる機会があったら皆さん全力で手伝ってあげてください。8、用もないのによく LINE が来ます。絡まれ率が高いのはセラリサ星ハムコさんです。ハムコさんに至っては無視しても LINE が来ます。でも反応をしない私には一切来ません。絡まれたくなかったら反応しないことが一番です。9、年に一度頑張りすぎてパンクする時があります。その時は誰とも連絡を取りたがりません。しかしそういう時だけ藤本司だけに連絡が来ます。アイス内ではこの行為は美也子が弱っている SOS だと認識しているので、その時だけは優しくしてあげてください。10、こんな松本美也子ですがプロレスのことを深く考え広く勉強してます。皆さんが思っているより意外と良いやつかもしれません。一人で生きていけそうなタイプと思われますが、時にもろくとても人間的な部分が垣間見えます。その時はどうか話を聞いてあげてください。誰かが聞いてあげないと勝手に藤本司の家に来てしまいます。なのでどうか松本美也子のことを今後ともよろしくお願いします。まあ、これはいいのかな。はい、ありがとうございます。泣く予定泣く予定最悪だ。はい、他団体参戦の、もしオファーをされる団体さんがあればこの松本美也子取扱説明書をお渡ししますので、私まで連絡ください。ありがとう、はい、ありがとうございます。ひーはい、はい、ということで、ということで何したっけ、こういうふうにちょっとなんかこんな感じになってしまいましたが、今後のアイスのスケジュールというか、はい、それを佐藤さんから、7月15日の横浜が、アイスリボン所属としてのラストマッチになりますが、この後も今発表している大会、8月3日の、大阪、11日の新潟、8月24日後楽園ホールで9月14日、横浜分隊、この辺は松本美也子、参戦しますし、後でお配りしますが、8月の上の10連戦があります。こちらの方も松本美也子、フリーの立場ですが参戦をしてもらいます。でこの中で、各大会プロデュース興行となっておりまして、2008年プロデュース大会があります。ここにおいては、フリーとなっておりますが、藤本司、松本美也子、星ハム子、2008年同期組においての、プロデュース大会という形で、行わさせていただきます。またね、道場待ちなども、タイミングフリーとなりますが、フリーの立場で参戦してもらうこともあるかと思います。まあ、あまりアイスリボンで見えすぎるとフリーになったメリットが見えなくなってしまいますが、とりあえず今発表している大会は、松本美也子が出るからといってチケットを買っている人も当然いると思うので、ここは松本美也子は参戦という形で、いきますので、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。あと、最後の道場マッチ、一応所属最後の道場マッチとなる7月13の道場マッチわらびと15日横浜所属最後のビッグマッチのカードはどう
しましょう。はい、はい、まず7月13は松本都の希望により、2008年組の、松本都、藤本司、星ハム子対、ティーンズの3人ですね、星、うん、いぶき、鈴木すず、朝日、この3人と最後の道場マッチを対戦したいという希望がありましたので配せていただきます。そして、7月15は宮古の希望の希望により、はい、はい、花の2008年組3人の同期による、スリーウェイマッチトライアングルリボンをやりたいと思います。藤本司 VS 星ハム子 VS、私松本宮古子です、っていうのはつかに言ってるんですけど、はい、私は一個ちょっとお願いがありまして、電波を乗せて始めもう言っちゃいますが、つかはスリーウェイのベルトトライアングルリボンのチャンピオンです。はい、黄色のベルトです、はい、幸せの黄色のベルトチャンピオンです。だからその私の、対談するんでわがまま言わせてください。タイトルマッチやりましょう、最後に3人でやりましょう、お願いします。記念じゃないのでトライアングルは、もちろん3人の、スリーウェイは歓迎です。ただやっぱり対談する人が最後記念とか言ってやるのはちょっと違うんじゃないかなと思って、それは、はい、社長言ってやってください。でもいいんじゃない。いやね、いいですよね。対談して、はい、もうこの後出ないようじゃないから、はい、でも宮古は取れると、私結構ねトライアングルリボン今までね3回実はね巻いてるんですわ。で私からの負け率結構高いのも知ってるんですよ、ね、知ってるんですわ。結構私は藤本司に女子プロ大賞トースポ取った藤本司から一番そう、ね、直接フォール勝ちしてるレスラーなのではと思ってるので、うん、でね、はい、ぜひ、まあ、でも本当、はい、思い出作りじゃないんだよっていうことをこの試合で分からせてあげたいと思うので、うん、まあ、別にいいですけど、うん、はい、はい、ありがとうございます。ハブコさんもいいですか。ブーには、はい、ちょっと大丈夫だと、ブーはいいっていうのも、うん、ね、まあ、じゃあハムコ推薦者という形で、ブー、わかりました。はい、松本宮古挑戦者で、最後の、はい、はい、タイトルマッチに、はい、そうですね、所属としては最後の、はい、トライアングルリボン選手権、リボン選手権、はい、タイトルマッチ、ありがとうございます、はい、行いたいと思います、うん、ありがとうございます、はい、はい、決定しました。だからといってそこでアイスリボンの私のプロレス人生とかが終わるわけではなく、どんどん新しいことをやっていきたいと思ってます。ちょっと今日に向けていろいろ調整してたんですけど、ちょっと今発表できるのが一つだけありますので、今の時点で発表できる、独自路線の興行というかイベントを、発表させていただきます。こちらです、見えますかね、宮古湖フェスミニを新潟県で開催させていただきます。宮古湖フェスって何っていう人もいると思うんですけど、私はもともとポニーキャニオンで極悪アイドルをやっていったぐらいに音楽がとっても大好きなので、音楽とプロレスのフェス、ライブイベントを個人で主催させてもらってます。そちらを新潟で初めてやらせていただきます。8月10日土曜日、これは新潟リボンの前日です、前乗りしてください。新潟県アームバー、プロレスが大好きな DJ とかライブができるバーです。で出演、私プロデューサー松本宮古子、そしてアイスリボンの安藤愛香ちゃん、元エビスマスカッツ、新潟で毎週ビギンザビキンというラジオをやってます愛香ちゃんと、下克上フロムアイスリボン、アイスリボンの後輩キュウリと尾崎舞香、私がアイドルとしてプロデュースしてる2人でもあります。そしてカナビスさん、こちらは新潟県出身の結構東京でも人気がある4人組のアイドルさんです。そして乙女座長銀河団さん、こちらも新潟県のアイドルさんです。もしかしたら当日とかにちょっと飛び入りの大物さんがいるかもしれないけど、いないかもしれません。そしてバーでプロレスをやらせていただきます。こちらです、ダブプロレス、谷崎直樹選手&松本宮古子 VS、武田正史&尾崎舞香です。谷崎さんは大阪ミクスチャーという宮古湖フェスみたいなフェスを主催しているのでいいなと思って、武田は武田は、この前のシアタープロレス NHK の電波があるのに私の頭にホッチキスを、ぶっ刺した、恨みがあるのでそれを晴らさせてもらえたらと思って
組みました。あと可愛いマイカちゃんと試合します。13日土曜日アイスリボンわらびからチケットを発売します。こんな感じです。チケットも可愛いです。ぜひぜひ来てください。東京とかでもいっぱい主催をしていきたいと思っておりますということになります。いきなりでもあれだね、うちの道場マッチとぶつけてくるあたりだね。あ、そう、ぶつけてくります。本当は12日横浜あ新潟の翌日にやるつもりだったんですけど、ちょっと諸事情があって、このどこかしかできなくなりました。キュウリとマイカ借ります。すいません、よろしくお願いします。まあここもね、独立した別会社になるからこそできる、スケジュールかと思うんで、はいはい、ここはもうライバルとして、はい、はい、負けない道場マッチをうちも8月10日やんなきゃいけないね。そうですね、はい、お願いいたします。あとはちょっと今後の展望というか、今話せる範囲で話させていただけたら嬉しいです。まあちゃんとした会社を起業するって言わせていただいたからには、やりたい事業内容というものが、あります。私はその自分のプロレスラー活動ももちろんなんですけれども、人とか、まあ、アイドルとかなんですけど、人プロデュースすることにすごく今やりがいというか自分に才能があるなって感じております。ちょっと自分で言っちゃうんですけど、有吉反省会日テレに出た豊田真奈美さんと岩下の新生姜岩下和則社長を初めて多分引き合わせたのもアイスリボンの10周年記念試合ラップバトルの試合でお二人に審査員をしていただいたことがきっかけだったと思うし、あと昨日なんですけれども、大月健二さん、筋肉少女隊の大月健二さんとレジェンドのブル中野さんを、引き合わせました。このひび割れメイク、ブル様のひび割れメイクは大月さんを真似したとおっしゃってる二人で、昨日二人が久しぶりに会えてすごく喜んでいらっしゃって、きっとこれからお仕事もされるんじゃないかなと思ってます。そういったアイドルとプロレスをやらせてもらう中で出会った素晴らしい人たちをつなげて、また新しい面白いことをやるっていう才能が私にはちょっとあるんです、実は。はい、あるんです。だからそういったコラボさせる仕事っていうのか、プロデュース業、そういったことも自分の会社ではぜひやっていきたいと思っております。あとは、飲み歩くのが好きなので、スナックを経営したいと思っております。そこで、まあ、レスラーの方をアルバイトで、まあ、やってくれる子を雇うとかして、レスラーさんの副業支援などもやっていけたらいいなと思っております。ただこれは全部私が考えてるだけなので、ビジネスパートナーをぜひ募集しております。何か音楽とかプロレス好きって方で、私の一緒になんかやってくれるよって人がいたら、はい、ちょっと消えてますが、こちらまでメールをください。損はさせません。人生を私に預けていただけたらと思います。お願いします。あとはですね、あ、そうです、男子のパートナー笠井純選手という素晴らしいタッグパートナーが私にはいるんですけども、10年近く組んでる女の子のパートナーがいません。なので女の子のパートナー、この、はい、電報を借りて募集します。私と組みたい女の子、ぜひ女の子がいいです。心が女性とかでも大丈夫です。こちらまでメールください。プロレスラーに限ります。女子レスラー誰かください、お願いします。はい、ってぐらいですかね。あと何か言ったことありますか？そうですね、ここまで言ってあれなんですけど、はい、5月に追放マッチというのをさせていただいて、はい、松本都が負けて一旦アイスリボン追放されたんですね、はい、なぜそこで追放なぜそのまま追放されなかったかと、戻ってきたかっていう、なぜそこでそのまま独立しなかったのかっていうのが私の一番のこうモヤモヤです。以上です。あの時はやだやだ、アイスに痛いと思って、結構マスクかぶってまでやったんですけどね、はい、なんか気分がちょっとコロコロ変わる。そうですね、はい、はい、時代の流れに合わせて変わるんです。はい、なんかということです。はい、ありがとうございます。あとはそうですね、サブカルとかが私は大好きなので、アイドル時代のお世話になってた吉田豪さんにインタビューされるようなレスラーをまずは目指したいと思ってます。まあ、豪さんは頼めばいつでもインタビューしてくれると思うんですけど、インタビューさせてくださいって言われるようなレスラーというか経営者というか実業家にまずはなりたいなと思ってます。あとマスコミ各社の方ですね、ある程度、まあ、今まで社内でフィルターをかけながらやってたものも、これから直接松本都からいろいろアプローチされると思いますが、無理な要求は断っていただいた方が身のためだと思いますので、よろしくお願いします。いい付き合いをしてください。ありがとうございます。CD 発売中です。
下克上フロマイズリボン、イエーイ、めっちゃ下克上。笠井純選手号尾書いていて、イオシスのアームさんですね、チルノとかのやってるアームさん、発売中1000円よろしくお願いします。はい、はい、では質疑応答を行いたいと思いますので、まず、これから実業家ですら、はい、社長ですらって感じになると思うんですけれども、はい、まあ、会社の主な事業内容としては先ほど言ったように、芸能プロデュース、イベント運営、飲食店経営が主な。それに加えて言い忘れたんですけど、スポーツジム経営もやりたいと思ってます。目処は何か。目処は何もないんですが、ただすごく今勉強していて、本当8月に間に合わせる予定だったので間に合ってないですが、資格を今取る日程はもう決まっているのと、あといろんな方に先輩に話を聞かせてもらっているところです。はい、どんなジムっていうのありますか。フィットネス系だったり、はい、あるいはこう強くなるのに特化したとか、あるいは女性向けとかいろいろあると思うんですけど。ですね、それはですね、ここでちょっと言っていいのかわからないんですけども、使いたい機械がありまして、その機械が150万円もするんです。なので多分すごくいいんです、その機械は。ちょっと名前は触れますが、なのでその機械を置いて、いろんな方にそれを使っていただきたいっていうのとぐらいかな、まだ言えるのは。はい、ただ女性とか男性、広くレスラーだからって狭くなく広く使っていただけるジムにしたいと思ってます。敷居の低いジムです。ジムの機械で150万って高くないよ。ジムの機械じゃないのかな、あれは。何の結構こう、ちょっと分からない。はい、です。そういう方面と、はい、これからフリーのレスラーとしてはこんな感じのレスラーになっていきたい、こういう団体、こういう相手、こういう試合ってのはありますか。そうです、フリーのレスラーとしてやりたい相手、結構私は純プロレスっていうものは大好きなんですけど、あまりちょっと向いてないなって自分で思っているので、プロレスとはちょっと違ったところで勝負をしていきたいなと思っております。まあ、今までもそういうことしてきたんですが、はい。それは受け入れてもらえそうな団体は全然わかんないんですけど、何も保証はないんですけど、ただ仕事がなければ私は自分で作りますので、その精神でやっていきたいと思ってます。まだ何も今後のことは決まってません。はい、だけど自分で仕事は作ります、もし何もなかったらという気持ちです。はい、宮古フェス新潟が一発目ということですけれど、まあ、今回次回一発目になるんですけど、はい、今後そのジムとか飲食店とかはどのあたりに作っていきたい、まあ、都内なのか地方なのか、それとも埼玉でやりたいのかっていう点だとどのあたりをイメージしてますか。ですね、飲食店をやりたいのは本当は新宿のゴールデン街でやりたいんです。ただ100人待ちでバブルなので、それ普通に待ってるとダメなので、今一生懸命コネを探しているところです。コネならすぐに出せるそうです。ジムに関してはだコネある人いたら連絡ください、お願いします。ちょっといろいろはいやってましたが、あとジムは私はでも新宿中野近辺が主な拠点ですので、そこのあたりを考えております。まだざっくりとしか言えず申し訳ないんですが、はい、新宿になると、はい、まあ、プロレス系飲食店激戦区であったりとか、中野も、まあ、ゴールドジムがあったり、はい、格闘技方面だとグラバカだったりとか、グラバカ、はい、激戦区かなと思うんですけども、あえて激戦区を狙うというのはありますか。はい、はい、あえて激戦区を私は狙っていきます。まあ、飲食店っていうのはいくらバーとかあると思うんですけれども、私はスナックが好きなので、スナックは結構自分で行くんですけど、地方とか行ったら多分新宿プロレスラーのスナックそんなないと思う、ちょっとまだ、はい、今からこれから考えます。はい、自分の中でその優先順位ってありますよ、そのジムと飲食だとどっちを先にした。飲食です。ジムは昨日こういうのがあるよって言われて、あ、いいなと思って昨日から考え始めたことなので、まずは飲食です。思いつきなのでいろんな可能性があるということで、はい、もう夢が止まらないんです本当に、はい、でも夢物語では終わらせないので。もしなんですけど、はい、やっぱりまた戻りたくなっちゃったなと思ったらどう思いますか。アイスリボンですか。それは多分大いにあると思ってます今の時点で。ただでもまあその時はその時だなと思って、まあ、1ヶ月ちょっと5月の時点では私はアイスやめたくない、マスクかぶって戻ると思ってたのが今こうなってるし、先のことは分からないので
とりあえず今に集中したいと思ってます。まあ、戻りたくなった時はまたその時はその時だと思ってます。絶対に戻らないっていう感じではない。あ、まあ全然そんな感じです。あの本当に円満対談円満独立っていう、はい、感じなのはあの分かっていただけると思います。アイスリボン大好きなので本当に。ピノ選手は、はい、あのさっき流れ涙で、はい、あの涙返してほしいですよね。今の話聞いて どう思うかなっていうところ。いやもうでも11年間ずっとこんな感じだったんですよ。本当に喧嘩をしてもう本当このままだと差し違えるんじゃないかと思ったこともありますし、すごい仲良くなって、何ですかね、2008年3人で喧嘩をしたその西川口のなんだっけ、ガストガストでそのまま仲直りしてずっと話6時間とかぐらいずっとなんか仲いい話してたりとか、もう本当そういう関係、まあ、腐れ縁という関係なので、まあ、なんだかんだで離れないじゃないですかね、うん、実際大学卒業して、はい、もうすぐマッスルビーナスのオーディションに来て、はい、そこからもうずっともう本当に彼女が学生を終えて社会人になってっていう期間はもう本当にずっとアイスリボンで、うん、もう過ごしてきてる状態なので、はい、やはり世間知らずの部分は多々あるかと思うんですけども、だからこそその間培ってきた人脈とこの無鉄砲さでなんか新しいことが一般常識に捉えないなんか新しいことができるんじゃないかなと思ってまして、本当に宮古から独立したいと言われた時には本当に独立してそういう向きだなと思ったし、本当に応援させてもらうというね形でね、話を進めていきましたので、まあ、こんな早くなるとはね思ってなく、ゲッターズ飯田さんのお告げによります、はい、まあ、急にねなりましたけども、はい、いい形でお互いに本当ウィンウィンの関係になれればなと思ってます、はい、ありがとうございます、はい、ただ非常識な部分は本当皆さんにご迷惑をおかけするかと思います